うわ、あんたたちその格好どうしたのよ。ハロウィンにはまだちょっと早いわよ。ダークネス、昼間からそんなすげえ格好するなんて、もしかして趣味が変わったのか？うるさい。その色欲にまみれたいやらしい目で私のことをじろじろと見るな。どんなご褒美だ。どうしてこんなことに。死ぬかと思った。って、あれ？なんか殴られる前より調子いい気がする。え、ヒールの効果が上がってるみたいね。力が湧いてくる。見てくれカズマ、岩だってこんな風に砕けるぞ。今その力で俺が吹っ飛んだわけだが、アクアもダクネスも羨ましいです。随分と悔しそうにしているな。もうネタ魔法なんてくだらないものはいりません。と言えば強化してやってもいいぞ。こいつとことんまで我が誇りを。ならばそのくだらない魔法がどれほどのものか見せてくれよ。輪廻をめぐる天体を、悲しき定めの獣たちを、かの地にて願望は交錯し、器の内は悲劇で満ちる。うがて、エクスプロー。よすんだ、めぐみ。ダクネス、考えてみたのだが、この力があればクエストで活躍できるのではないだろうか。そうね、ダクネスの力が強くなって私の治癒魔法が強化されたんだもの。私たちパーティー無敵じゃない。だったら高難易度クエストでも言っとくべきか。ここを荒らしたのバレたら賠償金も請求されそうだし。任せてくれ。何しろ今はこんな力があるのだからな。大きな岩だって、せい。いったー。え、さっきまであんなに強かったのにどうしたのよ。なぜだ。しかし力を持った直後のこの敗北感、これは新たな体験だ。癖になるかもしれん。言い忘れていたが、我の強化は一時的に自然の力を借りているに過ぎん。なので時間は3分間だけだ。それ以上は危険なのでな。短すぎだろ。全然意味ないじゃない。よくもその程度で偉そうにできたわね。限られた時間で敵を倒せば問題ない。っていうか、私はそもそも強くなんてなりたくないし、早いところ元の姿に戻りたいんですけど。どうにかしてちょうだいよ、このポンコツ。ああ、もう頭きた。はいはい、どうせ我は無能ですよ。戻す力もありません。それじゃあね。おい、どこへ行く。いつまでもこんな格好では困るのだ。戻ってこい。行っちまったみたいだな。いつまで経ってもこの服は脱げないし、どうなってんのよ。予約してる高級シュワシュワの店、ドレスコードがあるんですけど、ようやく取れた席なのよ。私も近々オートで会合があるのだ。こんな格好で行ってはダスティネス家の評判が。元々言えばカズマがあいつにポンコツとか偉そうにするなとか言ったせいよ。いや、言ってたのお前だし。てかそれくらいなら上から服でも羽織ればどうとでもなんだろう。とっくに試してるわよ。でも何を着ても破けちゃうの。とにかくこのままじゃ済まさないわ。なんとかしてあいつをとっちめて元に戻させるんだから。おう、頑張ってくれ。応援してるぞ。カズマも行くの。ほら早く、あいつのこと知ってる人がいないか聞き込みするわよ。このスバ